はい、ズキです。前々回の動画で手のひらサイズのゲーミング PC GPDWin2 の新バージョン、2019年バージョンになった Win2 の実機を GPD 社日本正規代理店の株式会社天空さんにお貸しいただきご紹介しました。このチャンネル専用の2000円オフクーポンも発行いただいていますので、ぜひご視聴ください。 GPDWin2 は7月20日に発売されていますが、今回は9月発売予定の新端末をお貸し出しいただきました。山田社長、いつもありがとうございます。今回ご紹介するのは GPD P2 Max です。 GPD ポケット2と比較しつつ見ていきましょう。それでは開封、はい、まずは P2 Max 使用説明書、しっかり日本語も入ってますね。はい、取扱説明書とありました。なお、今回ご紹介する端末は製品版とは異なる可能性もありますのでご注意ください。はい、同梱物は取扱説明書、 AC アダプター、 USB Type-C ケーブルです。クイックアダプターになってますね。右側面にマイクロ HDMI 端子、 USB Type-C、 USB 3.0 端子。側面はここにですね、カメラが見えますね。そして向かって左側面に USB 3.0 端子とイヤホンジャック。シンプルな構成です。パカリンコ。はい、だいぶ打ちやすくなっている印象です。電源をしていきましょう。かな。電源オン。はい、これが初期状態、デフォルトのディスクトップの状態です。システムのバージョン情報ではこのように記載があります。ストレージについては、今回お貸しいただいた実機は 81GB となっています。今回株式会社天空さんから発売される GPD P2 Max の主なスペックは、メインメモリとして 16GB、 ストレージは 512GB、 CPU はインテル第8世代 Core M3-8100Y、 ディスプレイサイズ 8.9 インチ、重量は 650g となっています。 GPD ダイレクトでの予約状況ですが、予約価格は 78,600円別途税で、9月下旬お届け予定になっています。以前の動画でもご紹介しましたが、おさらいとして GPD P2 Max の特徴を見ていきましょう。特徴その1、 iPad mini と同等のサイズ感にもかかわらず、パフォーマンスは MacBook よりもパワフルだとアピールしています。特徴その2、 8.9 インチディスプレイの解像度は WQXGA2560×1600、 アスペクト比は16:10で、精細度 340ppi の高解像度液晶スクリーンを搭載する唯一のウルトラブックを謳っています。特徴その3、 8.9 インチのディスプレイは 10. マルチタッチ対応のタッチスクリーンで、スタイラス入力もサポートしています。このあたりはライバルのワンミックスシリーズを強く意識してきた感じがします。特徴その4、ポケットシリーズとの一番の違いはタッチパッドが搭載された点にあると思います。このタッチパッドはオンオフができます。特徴その5、生体認証は指紋認証をサポートし、起動時間 7.3 秒と1秒ロック解除を謳っています。特徴その6、冷却システムに液体冷却放熱チューブを使用することで、ハイパフォーマンスモードでも安定かつスムーズな操作が可能とのことです。特徴その7、バッテリー容量は 9200mAh で、1080p のビデオを8時間連続して再生できるほどの長時間使用に耐えるそうです。ただし、これはあくまで PC 内に保存されたビデオの視聴時間となります。充電は USB Type-C に対応し、外部ディスプレイの接続に便利なマイクロ HDMI ポートも備えています。今回先行予約となったのは RAM16GB、 ストレージ 512GB 版ですが、それ以外にもメモリとストレージの組み合わせが異なるバージョンの発売も考えられているようです。それでは GPD ポケット2と比較していきましょう。こちらが GPD ポケット2です。大きさはやっぱりこんなに違いますね。 GPD P2 Max には SD カードスロットがなくて、
GPD ポケット2にはマイクロ HDMI ポートがありません。キーボードサイズの比較です。タッチパッド部分はね、全くポケット2にはありませんので、ここは置いておいて、キーボードにもこれだけの違いがあります。P2 Max のキーボードでちょっと気になったのがここですね。デリートとバックスペースが同じキーとなっています。ポケット2はポケット1で不要だったこの部分が改善され、デリートとバックスペースが別々のキーというふうになっていますが、 P2 Max はデリートとバックスペースが同じキーというふうになっています。サイズ感でいうと GPD ポケット2のキーからキーの幅が約 16.8cm、P2 Max のキーからキーの幅が 19cm となっています。ポケット2のキーからキーの縦のサイズは 8.3cm、 P2 Max のキーからキーの縦のサイズは 7.9cm となっています。それぞれのディスプレイの最大傾斜角、どれだけ寝かせることができるかですが、ポケット2が180度真っ平らにできるのに対し、平らにすることはできませんが、かなり寝かせることはできます。それでは電源を入れてみて起動速度の違いを確認してみましょう。電源オン。このあたりはストレージに SSD 搭載の GPD P2 Max にかなり分があるという感じです。それではクリスタルディスクマークでそのストレージの速度を計測してみましょう。はい、ということで結果が出ましたが、リード・ライトとも読み書き速度、書き込み速度とも P2 Max が圧倒的に速いという結果になりました。続いてドラゴンクエスト10ベンチマークソフトを計測してみます。グラフィック設定はどちらも標準品質、解像度 1280×720、 表示方法 Windows でスタートです。はい、ということで結果が出ました。 GPD P2 Max は評価快適、スコア6140、 GPD ポケット2の評価は普通、スコア4470ということで、同じ CPU を搭載している PC ですが、だいぶ差がつきました。続いてシネベンチ R20 リリース20を計測してみます。それではスタート。はい、結果が出ました。 GPD P2 Max のスコアは554PTS、 GPD ポケット2のスコアは 435PTS ということで、120近いスコア差となっています。はい、バッテリー残量の確認です。電源モードを最も高いパフォーマンス、ディスプレイ起動 100% にしておおよそ2時間いろいろと検証してきましたが、 GPD P2 Max の電池残量が 71%、 残り1時間20分と表示されています。それに対して GPD ポケット2は 75% と表示されています。パフォーマンスが高い分、 P2 Max の電池消費は結構高いようです。はい、今残り時間が3時間16分と表示が変更されました。ということで、9月発売予定の GPD P2 Max の機能紹介とともに、 GPD ポケット2とのサイズ差、性能差を比較してきましたが、いかがだったでしょうか。 P2 Max はかなりテキスト入力がしやすくなって、性能についても普通の PC に負けていない印象を持ちました。GPD ポケット2が現在税込み8万円前後で、今回の P2 Max が税込み8万5千円前後と、価格面でもかなりコスパが良いと思います。ただ8万円以上という価格は普通のモバイルノート PC が購入できる水準でもありますので、自分の用途に合わせて購入されることをお勧めします。このサイズ感、つまり iPad ミニサイズの PC が欲しかった方、隙間時間を埋めて生産性を高めたい方にはハマる PC ガジェットだと思います。そして今回も天空さんからクーポンを発行いただいています。 GPD ダイレクトで購入時にクーポンコード ZUKI ZUKI と入力いただくと1000円オフとなりますので、ぜひご利用ください。
これからもウルトラモバイル PC に注目していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。